アメランサスは2016年2月17日に発売された桃色クローバー Z のサードアルバム。音楽業界では珍しいオリジナルフルアルバムの2作同時リリースという試みが行われ、生と死とファンタジーをテーマに計20曲もの新曲が含まれる。本作はその1枚目に当たる。両アルバムはオリコンランキングで1位と2位を独占。 自身二度目の達成であり、女性アーティストとしては、初の快挙となった。日本レコード協会、ゴールドディスク認定。アルバムの世界観を再現するため、グループ初の全国ドームツアー、桃色クローバー、Z ドームトレック2016、アメランサス、発金の夜明けを行った。各アルバムの収録曲は曲順ごとに通じ合う部分があり、2枚は、 双子のような関係であるとして、ミュージックマガジンでは特集が組まれた。メンバーは制作初期の段階で、非正感や恋愛感などについて話し合い、それが歌詞にも反映された。今まで以上に歌詞に共感していただける部分が多いアルバムだとしており、言葉の一部が両アルバムにまたがる形でリンクする仕掛けになっている。なんで二枚組じゃなくて、 こういう形でリリースしたのかも聞いていただければ納得していただけると思いますとメンバーは述べ、それぞれの楽曲を提供した作家さんの個性があるので、そこは壊さないようにしつつ、ももクロらしさをどう出すかはメンバーみんなが考えていたとしている。アメランサスは人が生まれてから死ぬまでを表現した一連の楽曲の並びが特徴である。リーダーの桃田たかな子はももクロらしく、 暗くならずに伝えると述べている。アマランサスのおこしタイトルの、アマランサスとは、穀物の一種で、メキシコの祝祭、死者の日に、骸骨の形をしたおこしを作る際に使われる。収録曲の作家人は、清志龍人、セックスマシンガンズのアンちゃん、薬師丸悦子といった前衛的なミュージシャンから、佐田正志、中島美雪等のベテラン勢まで幅広い。また、行くぜ。 怪盗少女などグループ初期の楽曲を数多く提供した前山田健一は本作で3年ぶりの復帰となる。アルバム発売前には桃色クローバートと縁のある著名人たちが本作の収録曲を視聴している様子を視聴することができる視聴視聴ビデオが公開された。エンブリオプロローグウィーアーボーンモノクロデッサンゴリラパンチ 無料陶源仲良し物語勝手に君に、青春不サボテンとリボンデモンストレーション物装花、泣いてもいいんだよ感悔えぬ。ダイヤモンドバイバイで、さようなら、ハッピーバースデーウィーアーボーン、モノクロデッサンドキュメンタリーオブ、アメランサスは、演奏時間無料陶源仲良し物語に関する、カテゴリ勝手に君にに関する、カテゴリサボテンとリボンに関するカテゴリ 物騒花に関するカテゴリガンズェヌダイヤモンドに関するカテゴリ売バイバイでさようならに関するカテゴリありがとうございます。